にはのお昼です。今日オフなので今日はお昼配信なんですけど、ちょっとねめっちゃお昼ぐらいに起きたのかな、起きるのが割と遅くて、さっきお風呂入ってきたね、しかも寝落ちしててさっきお風呂入ってきたからね、まだ準備が全然、お顔も髪の毛も何にもできてないっていうね感じです。こんにちは。うん、これね今日はでもオフだから一日ダラダラしてはいたいんだけど、そうもいかないからいろいろね買い物とか行かないとダメなんですよ。切らしてるものもあるから、だからね今準備しながらです。なんか口紅もまだ塗ってないんで、ちょっとリップだけ塗ったか口紅もまだ塗ってないんだ。そんな感じで、まあ、ちょっと準備しながらなんですけど、ショールームやろうかなって感じです。めっちゃ光るんだよね、なんでだろう。どうしよう、あんま意味ないか。あんま意味ないけどそんなに意味がなかったんだな。こんにちは。めっちゃ久々なんですよね、オフが。もうなんか久々にあーゆっくり寝れるって感じで、ちょっとね心ゆくまで寝ました。心ゆくまで寝ましたよ。よいしょよいしょ。皆さんは今日はお休みですか。まあお休みなんだとは思うけど、来てるってことは日曜までお仕事の方がもしいらっしゃったらちょっと頑張ってください。大変だ、お疲れ様です。暑いな。自宅警備を、警備お疲れ様です。警備お疲れ様です。広島天気めっちゃいいです。暑いから外出たくないんだよな寒いと暑いだったら断然まだ寒い方がマシなんですけどね、ちょっとまだ暑そうだな。黒い服が多いからね全体を集中させちゃうんですよね。昨日とかね全身真っ黒で行ったら外出た時暑っと思って、もうなんか虫眼鏡になってる気持ちだった自分が寒くなったり暑くなったりよう分からんとです。そう、あっつって切れてた太陽に太陽に切れますうん。寒いのはねいいの、なんかちょっと寒いのはなんかこう いい雰囲気になる、冬のに雰囲気が好きだから、あ冬が来たってなるけど、暑いのはねまだ暑いんかよってなっちゃう、まだ暑いんかよ畜生って。よいしょ、こんなもんか前髪は顔がやばい、顔が一番やばい、準備しながらになっちゃう。
それなんだよ。くしゃみでそう。今日もショールームパトロールした？今日はしてない。ショールームパトロールっていうか普通に見てて、あ、いるなみたいな感じだから、別にパトロールしてる意識はないね。髪切った？切ってないんですよ。切りたいんだけどね。切りたいんだけどよ。おお、顔がブシャイクや。ソラハちゃん、ソラハちゃんのはね、普通にあれよ、あの、まいちゃんとなんか新幹線乗ってて、それでソラハちゃんの配信をね、その前日からソラハちゃんの歌配信の話をしてたから、なんかまた歌ってほしいねっていう思いで見てたので、2人でコメントしてて、ちょうど私あの前にショールームゴールドを買ったことがあったんで、残ってたのね、300円分ぐらい。そう、それであの300円ぐらい課金したんだけど、そしたら一列壇上の下2列目ぐらいになったから、あら、これ頑張ればいけるんじゃないかなと思って、ちょっとゴールドを買ったの。あ、カードにね、前買ったあのストアのカードになんか何百円か残ってたから、課金っていうか、まあ使う予定のなかったあのその残りの額を使っただけなんだけど、最後ら辺はねちょっとねそれもなくなっちゃって、でもね壇上間際だったからちょっとどうしようってなって、100円ぐらい120、200円ぐらい課金はした、その時に。うん。そう、時にね、なんかああ壇上って難しいんだなって思った。ボーダー本当ね、ボーダー争いが過酷だった。じゃあ難しいね、すごいね、皆さんは本当に。もう気を抜いたら、私初めてしたよ、星集めとか。気を抜いたらすぐにねもう落ちちゃってた。うわマジかって思いながらやってました。難しい本当に。大変だね。でもね、その違うの、星はいつも私配信してるから、だいたい99個の星がなんか99スタックが5個ぐらいあるの、常に常に配信してたらなんか勝手に集まるっぽいんですけど、だからなんかそんないつもなんか集める必要とかないんだけど、その日の朝に福岡せいなさんの配信見てて、めっちゃもう全星投げてたの、全部投げてたからなくなっちゃって、そらちゃんの時にはねなんかもう全然なかったの、星が十何個ぐらいしかなくって、そしたらまいちゃんがさ、なんかまいちゃん詳しいから、なんか私が星集めとかした後にすぐ星投げようとしたら、待って10個貯めてからにしてみたいな、ここずつ投げないでみたいな言われて、そうっすかみたいな、なるほどなるほどって、そういうことですかって、あんまり私あんま詳しくないからちょっと教えてもらいながら、なんかそういうのは一個ずつじゃなくてみたいな、貯めて投げるのがいいんだよみたいな言われて、貯めるみたいな、どうやってやるのって言ったら、パン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 って押してみたいな、連続で押すのみたいな言われて。あんまり知らんのよね。タワーよりクモさんの方がいい らしいね。なんかでもわかんない。そんな感じでアドバイスしてもらいながら勝ち取った団長でございます。いやーでもね、なんか年下にソラハちゃんね、なんかソラハちゃんいちいちねかあのスクショするからちょっとね困ったよ、どうしようと思った、なんかごめんなさいって感じで、なんか私がだるま1個投げてもかスクショしだすから、ちょ待って待って待ってみたいな、待ってくださいみたいな、ちょっとそんな
そんなスクショしなくていいから、いち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 って思ってえーって感じで、ごめんねありがとうって感じだった。分かったよ。もうなんかね、なんかちょっとね、あの響いたね、心に。あの課金するより服買った方がいいよって言われた時に、ちょっと一瞬私は何をしているんだろうって思ったけど、でもいや、愛するソラハちゃんのためならって思って課金したよ。でも普通に会えるんだから、ジュースとか普通におごった方が良かったかなって思い始めた会えるんだからねえって思い始めたけど、まあ、それも一種の愛の形ということで、はい、しましたでもちょっとね、譲ってもらった部分もある。そのソラハちゃんの壇上の皆さんがちょっと枠を開けてくれた部分はある。うん。うん。いやー、ちょっと楽しかったね、でも。壇上乗るの。達成感が味わえたよ。ああ、悲願達成みたいな。悲願達成できたよ。みんなもいつもありがとう。その壇上だけじゃなく、その壇上に乗り切れなかったこのね、この列の人たち、私はちゃんと見る、本当にすごいよ、ありがとうサンキューって言いながら、ちょっとお化粧しながらで申し訳がないんですけど、ソラちゃん星投げてる。マジか。ちなまさん星投げしてますかありがとう。来てんのかな。今ソラちゃんが2周目、何周目とか分かるんだ。真ん中ら辺にいる。探してみよう。ぴょんぴょんしているのを見つけるだけ。 AKB ドラフトサード、スナノ、ソラハ、おお、ソラハちゃん星投げありがとうあ、二周してるって言ってた。ありがとうソラハちゃん昨日は楽しかったよ、私も。よっしゃ、トラリップだけだ。たまのお昼配信。なんかね、燃えちゃったんでね。うん、あの時は。よいしょよいしょよっしょ。ねえ、位置が悪い。よし、まあまあこんなもんでしょう。完成。なんかこれ、このスタンドスタンド立たないんだ。うん、よし、まあ、ちょっと手抜きになっちゃったけど、こんなもんでしょう。ソラハちゃんね、よく歌ってる。好きなんだからね。ああ歌リクエストしようかと思ったんだけど、ちょっと私がね、見に行った時にもう壇上読んでたんだよね、そもそも。でもね、ちょっと私が課金し始めちゃったから延長させちゃった。ごめんね。ありがとう。
ケー完成、オケポ完成です。何が変わったんだって話ですけど、実は今日は、ね、色があるんだ、メイクに見えないか。そんな感じでね、はい、今日ね朝めっちゃお腹空いてね、今日何時に起きたかってリップは唇つかんのよね、このティント、全然つかないの、なんでだろう。1時間ぐらい、まあ、しようかな。うん、まあオフだから暇っちゃ暇なんだけど、まあ、夜もしようかなと思ってるんですけど。めっちゃお腹空いてね。よかった、朝カレー食べようかと思ったけど米がなかったから、いや米あるんですけどね、大丈夫なのかな、結構ね古いっていうか前からあるのだから、米の消費期限が、お米の消費期限が分からんくて、でかつ冷蔵庫にもお米があるの、あの炊いたやつじゃなくて、炊いてないやつは大丈夫なのかな。そうカレー食べようと思ってね、これ開けたの、出したのこれね、でもちょっとお米を炊くのがめんどくさくてやめて雑炊食べたんだけど、炊いてないならいいのかな。私ねトラウマがあって、あの実家にいるときに、そのなんかうちの家はその基本みんなで一緒に食べるっていう習慣もなく、誰かが料理を作るっていう習慣もなくで、あのもう各々が自分で自分のご飯を作って好きな時間に食べるっていうスタイルで、なんか一時期誰もお米を食べない時期があって、そうお米を食べない時期があって、だからお米を食べようって思った時に、久々にそのお米が入ってる箱からね、そのお米を出してあの入れてたので、洗ってたの。したらね虫が出てきてね、マジで焦って、個人主義になったのも高2ぐらいからなんだけど、あの虫が出てきて、私本当にびっくりして、もうあの一緒に住んでない方のおばあちゃんに即連絡したんですよ、虫がいるみたいな。はぁって言われて、全部持ってきてって言われて、お米持って行って、なんかその食べなかったら虫が湧くみたいな、やばって思って、もう全部おじいちゃんとおばあちゃんがあの日干しして全部取り除いてくれたけで取り除いてくれたけど、もうなんか食べれなくて、食べる気がしなくて、そのお米はおじいちゃんおばあちゃん家のお米になった。超怖かった。お前知らんのよね。誰も食べなかったお米を、なんかその時期はみんな何食べてたんだろう。私はね、なんかその時はレトルトの雑炊ばっかり食べてたんだけど、私久々に普通のお米の雑炊を食べたいなって思って、あのお米を炊こうとしたらそういうことがあった。だから怖いんだよね。なんか虫っていうか、なんかもうなんだろう、幼虫のちっちゃい版みたいな、なんか虫っていう虫じゃなくて、なんか芋虫じゃないけど、何あのなんかお米と一緒のみたいな虫、米みたいな虫だったね。それが一匹だけ見えたの、一匹だけ見えてうわーってなって、何虫なんだ、なんか言ってたんだけどね、おばあちゃんは、あこれはなんとか虫だよみたいな。超無理だったっていうトラウマがあってね、そっから、まあ、広島に引っ越してきたのが3月なんですけど、その時に買ったお米がねまだあるの、食べてなくて全然、大丈夫なのかなと思って、私怖いからちょっとねなんかちょっともういたらどうしようっていう、怖いわ。保存方法による、あ絶対ダメだわ、もうそのまま
いつそのまま輪ゴムでくくってるだけっていう。絶対いるわ怖いなっていう感じでね、全然絶対無理よ。だから最近はレトルトのお米を買ってるんですよ。お米ね、おばあちゃんとかよく送ってくれるんだけど、送ってくれてもね、そんな食べないから、結局ね、なんかこうどん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 長く長くなっちゃって、最終的に虫が湧くっていう。いや、わかんない、湧いてないのかもしれない。でもね、冷蔵庫にもあの箱に入れたお米があるから、それはまだいけるんじゃないかなって思ってます。怖いな、めっちゃ怖いね虫って。今日はまいちゃんがおにぎり持ってきてくれたけど、朝お昼かあるの、半分だけ食べたんだけど、ね、ちょっと食べかけで申し訳ない、なん変な絵が描いてあったなんか炊いたのかな、多分米自分家でちょっと椅子座ろう、なんか炊いたのかわかんないけど、なんかお米いるかって言われて、欲しいですって言ったらおにぎりにしていこうかって言われたから、欲しいですって言ったらおにぎりにして持ってきてくれた。炊飯器ね、なんかすごい消毒したらしいよ、煮沸消毒とか、なんかすごいドラッグストアでなんかエタノール的な何か買ってた。そう、おにぎり握ってきてくれた、塩むすびでした。で、ちょうど私ね、その時ね、あのベッドにいたの、一人でね。で、暑くて結構脱いでたのね服を脱いでてベッドにいたの。そしたら舞ちゃんが来た瞬間、へーみたいな、へーみたいなドン引きされた。違うんだよと思って、そうじゃないんだよってそういうことをしているわけじゃないんだよ普段からそうじゃなくて、たまたまなの。なんかついでにこれもらいました、ナルト金時。美味しそう、スイートポテト。やばいよ、起きちゃうみたいな違うんだよ、暑かったんだよ。めっちゃ美味しそう、すごいお芋の匂いする。ありがとうございます。これは多分姉級なのか、姉級からだと思うんだよ、多分母級かないただきます。うまいちょおいしいお土産なのかな、わかんない。徳島県、徳島って書いてあります。でもナルト金時だからかな。カレー以外も食べる食べるよ、それもちろん。本日1食目ではない、朝っていうか、なんかね、
昨日帰ってきて7時ぐらいに、ああ眠たいと思ってちょっと寝ようって思って寝たの。そしたら1時半ぐらいに起きて、でお腹空いたなって思ったけど、そこから食べずに結構朝まで起きた。4時半ぐらいまで起きてて、4時半ぐらいになってようやく雑炊を食べたんだ。したらまた、ああ眠たいと思って寝てて、そうめっちゃ寝たんだけど、12時半ぐらいにまいちゃんから LINE が来て、でおむすび持ってきてもらった。これと不規則違うの、オフだから普段はそんなんじゃないんだよ。うん、どこでも寝られないタイプ。どこだと寝れるだろう、ホテルとかかな。ホテルはめっちゃ 眠れるの。私ホテルのシーツが大好きで、なんか実家のシーツよりもホテルのあのツルツルのシーツが大好きで、あとあのツルツルの枕も好きで、だからあのホテルに泊まった時は結構寝れる、ぐっすりゆっくり。わかる？バタバタするの。そう、うまい。枕投げはやらないの。うまい、美味しかったです。お茶飲もう。お茶飲もう。いやでも本当にゆっくりゆっくりだわ。本当に今日はね、もう私結構ね、ありがたいけどね、ちょっと休みがねなくてね、すごいあの疲れてたから、今日めっちゃリフレッシュできる。そしてまた明日から頑張ろうってなるんだ。ああお茶が美味しい。何でも近くにあるそうだよ。私のこのベッド付近は何でもあるんだよ。映画行ってた、みゆみゆさんと見てた。いいね映画。映画ね見に行った、最近だとのんちゃんさんと行ったのが最後かな。まあ、映画ねもうね高校生卒業したらあの大人料金だからあんまりね行かないんだな。1800円するから。前まで1000円だったの、学生証あれば。ストロー挟みで出せ。最近ね何でも何してもね袋も破れないの。なんかねここから切れますとかどこからでも切れますって時ね、どこからも切れないの。だからハサミ常備してる。なんでだろう、嫌われてんのかな私。みたいな、どこからも切れないじゃないですやみたいな。レディースデーに行けばいいですよ。でもね今んとこそんなに見たい映画はないかな。あんまり何とか見たいだろう。握力は平均18、22から4ぐらいだったかな。左は絶対18なんだったかな。プーさん、あープーさんか、あの大人のやつね。何がいいかな。ある方なん、わかんない、ある方ではないかもしれないけど、なんか結構割と一緒の人いる。サッキーさんとかも同じぐらいだった気がする。サッキーさんだけ誰かが一緒だったんだね。
弱そう。いやどうなんだろう。映画ね、見に行きたい気持ちもあるけどね、ちょっと顔が映んないね。光るのかな。こっからね、日光湧いてる。光合成なう。どっか別のとこに置こうかな。ダメだな。なんか置けないかな。ダメか。よいしょ。手持ち。手持ち。手持ち。テロップ変えよう。準備できたから。まったりと。今日も夜も配信します。いや今日はね、あのね、いろいろとね生活用品が切れてるから、ちょっと買いに行こうかなって思ったり、まあちょっとお買い物しようかなって、あとまあちょっと安いお化粧品でも買おうかなって感じです。ポップコーンって美味しいと思う。私ね、ポップコーン食べれないの。食べれないし、あんまり美味しそうとも思わないの。ちょっと疲れた。また疲れちゃった。よいしょよいしょ。コーンもね、あんまり美味しそうって思わない。肉は熱かった。疲れるの早い。じゃあなんか今日はね、今日はずっと寝転んできたい気分。下は実はパジャマなんです。まだ着替えてないんですね。それがそういうとこあるよ。私そういうとこあるよね。パジャマじゃないんだよね。でもこれ部屋着なんだ。なんかね、パジャマがまだ買ってなくて、秋冬物のしかも汚いし、棚は汚いし、まだ準備終わってなかったんですね。この服かまで行くかもまだ分かんない。ちょっと決まらなくて。モンペじゃないよ。汚ね、部屋が。なんでこんな発光してるんだろう。パジャマはいるよ。寒いよ最近。秋冬物が欲しい。寒いよね最近。なんでだろう。でも寒いと思ったら暑いし、あかんで。棚汚いでしょ。棚ね、あのね、何が入ってるかって言ったら、234全部化粧品入ってんの。1段目だけなんかちょっと化粧品とちょっとくらい。さすがにね、あ、買おうって思って、メイクボックスをこんなごちゃごちゃさせたらあかんって。ボムもあります、自分の。そう、なんだろう、あの男性とかで、例えばガンダムとかプラモデル集める人と多分同じ感じ。持ってるだけで幸せになれる分、見えるかな、あんな感じです。
あ、1段目が化粧品だな。で2段目はなんかちょっといろいろ言ってて、3段目もあれポーチの山ですね、化粧品入って、4段目も化粧品っていう感じです。ボムです。コスメオタでもあるの。棚のズレが気になる。あれね、ちょっと 2個あるやつをね無理やり上に重ねた。ベッド届いてからね置く場所がなくなっちゃって、全部ガタガタや。まあそんな感じで、はい、やっております。空間を使った方が便利じゃね。違う、ここが寝室なので、基本寝室にいるから寝室に全てを集合させないとダメなの。そうそうなるよね。うん、なんか自分がいるところに全てないとね。うん、私の拠点、ここが。実家にいる時もね、何畳ぐらいの部屋だったんだろう、わかんないけど、今よりは広いのね、割と寝室は。だけどね、実家の時もね、あの結構広かったんだけど、部屋がパーソナルスペースはね狭かった。そんなもんよ。うわ、何の話してたっけ。でその前忘れちゃった。まあオフなんですけど。ねえ、何の話してたっけな、出ちゃったよ。楽器なんかできる、楽器できないんですよ。寝ないよ。寝れるけどね、全然寝ようと思えば。全然寝るけど。あーって、ほら、もう、うん。もう寝れるけど。料理配信、料理配信、はあ、最近料理してないな。いや、自炊ね、今月ね自炊しようって自分に目標を課したんだけどね、なか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 ね難しいね。今日カレー食べたいからカレーは食べようって思ってる。米は炊こうかちょっと迷ってる。お米炊いたらそれは自炊になりますかね。夜配信何時にしようかな、どうしようかな。まあ203時とか22時半とか、まあまあ夜ですね。料理、料理配信はまあまたちょっと今日はちょっとそんな気分じゃないんで、いつかやりたいと思います。いつかやるから。料理ね、めんどくさいっていうかね、スーパーがね割と遠いの。私そういう自転車とか持ってないからさ、
このその大荷物を抱えて歩くっていう作業がもうめんどくさいんだな、めんどくさいんだな。うん自転車は乗れますよ、持ってないだけで。言い訳メイビーメイビルメイビー。前までね配達してもらってた。いやイオンって配達できるんだと思って配達使ってたけど一回しか使ったことないめっちゃ買って、もうなんか一式揃えた時にイオンの宅配使った。何食べようかな。まあまあまあやるんだったら配信でやります。自炊はでも今日はやらない、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 今日は自炊の気分じゃないの。今日はレトルトのカレー食べるって私は決めてるんだ。今日はココナッツカレーを食べるって決めてるんだ。今日はココナッツカレーの日なんです。朝から決めてるの。違うのローソンさんの食べたことないのココナッツカレーは。でもちょっと気になって、なんかねローソンのカレーレトルトカレーが、ローソンのね他の商品じゃなくてローソンのはココナッツカレーが甘口しかなかったの。だからちょっと食べてみようって思って、食べながら配信するの。ああまあそれでもいいけどね、配信中ってそんながっつり食べれないんだよね。のんちゃんのメイド姿見た見た、めっちゃ可愛い。なんかのんちゃんさんめっちゃ可愛い。あ猫もめっちゃ可愛かったの、黒猫超可愛い。なんかねショールームだとちょっと大人っぽいよね、大人っぽく見えるよね、化粧してるからかな。実際より大人っぽく見える。わあ 女の子だって、女性に近づいてる女の子だみたいな、かわいい。いや本当にかわいい温めるとこから配信したら自炊配信になる。悪い大人の言い方やで、私すべてじゃあ全部自炊してるよひもに近づいてる、うるさいようるさいよ。くしゃみ出ちゃった、寒い、寒かった、寒げた。ポットで自炊するんだ。そうだよ、私はね、私の生活を支えているのは電子レンジとケトルだよ電子レンジとケトルに支えられてるよ暑いって言ってなかった。あのねドライヤーお風呂入って髪の毛乾かしてたからね、最初はめっちゃ暑かった。でももう暑くない、寒い、今度は寒いプラーメンにお湯入れるのは料理なのかな。それは違うよ、それは違う、料理じゃない、作業だよでもカップラーメンにお湯を入れるのはそれはただ料理じゃなくて作業だけど、レトルトのカレーをお皿に出してご飯を持って電子レンジ温めるのはそれは作業工程が多いからそれはもう料理だよっていう私の持論。あかんか、それは違う、それは違いますか。なんでやねん、作業じゃないよ、自炊だよ
レトルトカレーをお湯で温めないの。なんかね、日による。ご飯がレトルトの時はご飯を電子レンジで温めながらケトルでカレーを温めるし、ご飯を炊いた日はカレーは電子レンジでいく。この間ね、でも爆発してね、爆発っていうかカレースープをあの電子レンジで温めた時にラップかけなきゃいけなかったけど、ラップなかったからそのままやったらポコポコみたいな2回ぐらい音がして、まあでも大丈夫だろうって思って気にしなくったら、開けたら電子レンジの中でカレースープが飛び散ってて、うわーって思った。掃除が大変でした。爆発っていうかな、ボコーボコーみたいな。めっちゃ汚れたよ。そう、匂い残っちゃうやつ。そう、舞ちゃんが部屋に来た時ね、カレー食べたでしょって言われた、ね、辛かったんだよな、ちょっとあれ辛かったな。うん、いや盲点だった。甘口とか中辛とか書いてないやつだったから気にも留めてなかったけど、書いてないってことは辛い可能性があることを見落としてました。くそ。しかもスープカレーだからご飯入れれないから、オーマイガーってなりながらちょっと食べてた。辛かったな。そう。ヨーグルト入れれば、でもヨーグルトあるんだよね、買ったの。いいかもね。そうだよ、カレー臭するよ。足バタバタして布団入るみたいに、私がまずホテルとか人の家に行って、まず言うのは聞くんですね。ごめんなさい、足をバタバタしてもいいですかって、はい、まず聞くんですね。で、あ、いいですよって言われたら、あ、じゃあすいません、バタバタさせていただきますね、あって言って、イゴイゴする、うわあああって、で、こんぐらい、本当にこんぐらいしかしないので、こんぐらい終わったら、あ、ありがとうございましたって言って普通に戻る。そんなに長時間やらない、もう今のぐらい時間くらいかな。ダメっていう人いる？あんまりいない。たまにいるけど。儀式的っていうか、ただ単純に足が気持ちいいの、冷たくて。自分の部屋はね、もうなんかそんなに、もうなんか慣れすぎてね、このシーツに。いると思うんだけどな、いないのかな。これ私の、うん、人の布団に入った時のルーティーン、人の布団、あ、ホテルとか。私は常に部屋にいる時ベッドの中にいるからあったかいの、シーツが基本ね。でも人の家って、人ってなんかあんまりベッドの中で生活することってすっごいそんないないから、私の周りの人はね。だからベッドの中に入った時冷たいのね。それが気持ちよくてガサガサしてる。ホテルはなおいい、ツルツルテカテカひんやり。ソムリエだから、やりたいベッドとやりたくないベッドがあるんだから。グルメなんでね。グルメなんでねっていうのもあれだけど。コマさん、できなかった。くまさん、ありがとうございます。そうだよ、布団ソムリエだよ。急に急に眠たくなってきた。ダメだね、夜でも昼でも眠たいんだもん。もうダメだよ。ベッドってダメだな。しかもあったかいし、外は。
ダメだ、でも準備したのに。眠り大好き、睡眠大好き人間。でも日曜日だからみんなもそうでしょ、多分。違うのかな、みんな寝転んでるよね多分。どっか行くん、ちょっと日用品の買い物行かなきゃいけないの。寝すぎは逆に死んだばって。分かるよ、分かる分かる、それは分かるの。だから起きるの、起きる起きる起きるのは起きるんだけど、今はちょっと疲れちゃった疲れちゃったよ。結局こうなるんだ。よいしょ、にゃーん。あ、でもめっちゃ光るね。このまま寝ない、寝ないつもりでいるけども、光る。うーん、めっちゃ光る。やっぱね、ベッド大好きだから。怒られる、そう、おばあちゃんに怒られるの。おばあちゃんに怒られるの、だらしなかったら注意されるから。うん、寝心地いいの。なんかね、リクライニングできるの14段階ぐらい、ね、1段階しかリクライニングしてないんだけど、うん、いいね。頭、背中が上だといい、こういう形式。よきよき。介護ベッドに言われた、舞ちゃんに。介護されてる人みたいみたいな。介護用じゃないと思うんだけどね、どうなんだろう。でもすごい良き。うん。リクライニングできるのはいい。2時54分だよ。オッケー。2時54分。うん。買い物に行くのがめんどくさくなってきた。いや、行くけど、今行くのがめんどくさくなってきた。ああ、うん、めんどくさいね。買ってきてあげる。洗剤と、あとなんだろう、ね、あのお風呂の掃除 あのバスマジックにと、あとなんだ、何がないんだっけ何がないんだっけ。あ、そうだ、あの乳液と、あ、なんかいろ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 買ってきて嘘。いるよ、いるいる、洗濯できないよ。この間なくなってね、そっからちょっと溜めてるの、洗濯物。今までね、その、あの、粉ボールド使ってたの、粉の。ちょっと液体に変えようと思って。液体に変えようと思って。あと、前髪のカールのやつ。東京住み出したアマゾンに飛んだな。そうね、今地方だからね、割と遅いんだけどね、東京だとすぐ来るんだったら依存しちゃうかも。
でもね、そう、でも買い物好きなんだよね。行くまでの道のりがめんどくさいだけで、自分で見るのは好きだから。雑誌が1日遅れな。広島はどうなんだろう。岡山ね、でも割とね1日だけ遅れるとかあるよ。うん、割とあったかも。百均見るの好きだよ。理由もなく行くの。でも百均行ってもね、いろいろ買うんだけどね、別に本当に欲しいもの買わないの。でもいろいろ買うの。でもね、家帰った時なんか本当に欲しいものあった気がするんだよなっていう気持ちに陥るの。でも何が欲しいのか分かんないのっていう。なんだろう、何なんだろうこの現象。何現象なんだろう、分からん。メモる。でも何が欲しいのか分かんないんだよな。何が欲しいんだろう。でもね、ダイソーは好き。百均とかセリアとか。なんなんだろうな。メモしたいけどね、何が欲しいのか分かんない。300均行くよ。300円ショップとかも。300円ショップはね、割とそんなに買えない。100円ショップほどいっぱい入れてたらちょっと高くなっちゃうから、あんまり買わない。3COINS、そうそうそう。でもね、ショールーム用はに100円ショップとか3COINS とか行く。よくよく行く、よく行く。メモ書き、メモ書きしなきゃな。起きていかんといかないのに、買い物に力が出ない。アンパンマン、アンパンマン。スマホスタンドはね、あるの。舞ちゃんからもらったやつ使ってるんだけどね。それまでは100円ショップのやつ使ってた。起きないといけない。起きようか。そう、起きたいの気持ちは今ね、すごい気持ちは起きたいの。でも体が動かんのよ。足がまず動かない。いや、寝ないけどさすがに。出かける、行くか。頑張る。行ってくる。買い物してくる。日用品カウンターか。さ、じゃあ壇上読みますか。よし、行こう。行くぞ。私は行くぞ。よし、頑張る。頑張るしかないんだ。うわ。気合いめっちゃ入れた今。よし、行こう。頑張ろう。じゃあ壇上読みます。はあ、行くんだ私は。私は行くんだ。買い物行く、行くぞ。はい、行きます。じゃあ13位から読みます。13位、ぐんちゃんさん、ありがとうございます。そして12位がパパパパンダさん、ありがとうございます。ますますます。そして11位が9時の大悟さん、ありがとうございます。そして10位がジャックさん、ありがとうございます。そして、9位がえんちゃんさん、ありがとうございます。で8位が鳥田さん、ありがとうございます。そして、7位がおいでませ元気さん、ありがとうございます。そして6位がとうとうさん、ありがとうございます。そして、5位がプーピーさん、ありがとうございます。そして、4位がグレープならウェルチさん、ありがとうございます。13位から4位までの皆さん、ありがとうございました。そして3位がたけしくんさん、ありがとう。そして2位がまっかさん、ありがとうございます。そして1
チーが斉藤さん、ありがとうございます。再開中話では皆さんありがとうございました。よし頑張ろう頑張ろう頑張ろう、よし行くぞ。まあちょっと涼しそうじゃないのかな、お昼さっきよりは涼しくなったんじゃないかな。よし頑張るぞ、うわー頑張る、メール送ります。頑張ろうねみんな、みんな頑張ろうね買い物とか外出るんだよ、頑張ろうね、私頑張る、外出るから、あ、はあ、じゃあバイバイ、またね、じゃあ切ります。見てくれてありがとうございました。3、2、1バイバイ、寝ないよ、ありがとう、バイバイ。